ャス、チュワッチ。久しぶりにこの二人でお届け、ツイッターで話題になったフリーゲーム、公衆電話リターンズ。一応クリアした動画はあるのですが、最近コメントで新たなストーリーがあったことが判明しましたので、急遽動画にしました。ゲーム内容としては、公衆電話に閉じ込められた主人公が、手持ちの30円で、外に助けを呼ぶハートフルストーリーとなってるぜ。ちなみに主人公の性格に難ありなので、なかなか助けは来ません。助けを呼ぶためだけに過去に行ったりするとんでもストーリーだぜ。それでは早速始めてみましょう。あ、満腹屋さんですね。予約は20時からで大丈夫そうですか？え？あ、え。キャー、失礼しました。ごめんなさい。こちらは町川市民病院です。あ、病院ですか？実は今、公衆電話ボックスに閉じ込められていまして、佐藤直樹と言います。助けてもらえませんか？病院では無理です。あ、やっぱりそうですか。もう、ただのいたずら電話だよな。てか主人公満腹屋が気になってるし。満腹屋気にする暇があったら早く脱出するべきだぜ。ほんそれ。はい、町川市民病院です。先ほど電話した佐藤ですけども、さっきの電話で言ってた満腹屋って。あらやだ。忘れてくださいよ。看護師の新刊コンパで使おうとした飲み屋ですよ。間違いよ間違い。気にしないでくださいね。おお、まさかの記憶が戻ってきた。そもそもなぜ忘れるんだぜ。まあ、佐藤直樹くんですし。とりあえず活路を見出しましたね。あの、満腹屋の電話番号を教えてもらえませんか？え、満腹屋に頼むの。まあいいけど。はい、この番号。わかりました。ありがとうございます。満腹屋の番号ゲット。それじゃあこの世界線にはもう興味はないから、消防署に電話するぜ。迷惑すぎる。一応レスキューもしてくれるはずだから助かる可能性がビレゾン。本当にそうなればいいですけど、一回の電話じゃ無理でしょ。メカニトリ、諦めたらそこで試合終了だぜ。諦めてないけど進む方向が間違っていることはわかります。はい、100ヌーツーマン消防です。鍵ですか？トゥートゥーですか？あ、救急ですかね。実は電話ボックスに閉じ込められてしまったので。これいたずらですか？最近多いんですよね、こういう通報。まあそうなるよね。いきなり電話してきて電話ボックスに閉じ込められてますって、もっと違う持って行き方があるでしょ。それじゃあ次は満腹屋に電話をかけてみるか。はい。シャープを2回つけることによって過去に電話できます。そうだったな。久しぶりだから忘れてたぜ。それじゃあ過去の満腹屋にゴー。お電話ありがとうございます。新装開店の満腹屋です。元気がないみたいだぜ。なぜでしょうか。ほん。心地いい空間って、急に鳥料理について語り出したよ。私は今何を見せられているんだ。本日はどういったご用件でしょうか？手打ちそば体験、ピザの宅配、90分焼き鳥食べ放題、饒舌激辛カレーチャレンジ、スイーツバイキング。迷走しすぎだろ。潰れる店の特徴を全て捉えている。公衆電話界のスタミナ太郎だな。スタミナ太郎が生き残っているってことは、満腹屋が生き残る可能性も。ねえよ。ちょっと余計なお世話だと思いますが、お店繁盛してますか？なんて失礼なやつだ。あんたの心配される筋合いはない。そりゃいきなり電話してきたやつにこんなこと言われたら切れるでしょ。佐藤直樹くんはやっぱりアホの子なのかな？へこたれずにもう一回電話してみましょう。だな。このままだとここから出れないし。お電話ありがとうございます。新装開店満腹屋です。先ほどお電話した佐藤と申しますが、本当におせっかいだとは思うのですが、うるせえ。ってお客さんでしたか、こやすまねえ。ちょっと聞いてくだせえ。
実はつい先月のことですが、幼子を残し妻が亡くなっちまいやしてねえ、あれも欲しいこれも欲しい、もっと欲しいもっともっと欲しいってしてたら、何をしたいのかわからなくなっちまいやして。売れない点あるあるだな。一つのスキルを突き詰めたらいいのに。そこがうまくいかないのが人生だぜ。そうですね。ああ、明日英語喋れるようにならねえかなあ。そこは勉強しましょうよ。無理、てかこの主人公とんでもないこと考えてんじゃん。選択肢が出てきそう。だな。もしよければ何かご意見いただけませんか？どっちにしましょうか。この店はクソだって言ったら、満腹屋で飲むこともないから未来が変わるんじゃないか？それじゃあクソだで行きましょうか。だぜ、店を潰してしまおう。はい。はっきり言いましょう。この店はクソです。いいところが何一つありません。あとやってることは全然手広くありません。多くの客の要望に応えるためにはもっと他の分野にも手を出した方がいいです。例えば足湯でリラックスしながら回転寿司が楽しめるといいかもしれませんね。何それちょっと言ってみたい。足湯回転寿司なら深層回転ブーストがかかりそう。でもすぐに店を辞めてそのお金を息子さんのために使ってあげた方がよっぽど幸せになれると思います。そうかもしれません。踏ん切りがつきました。はっきり言ってくれてありがとうございます。さあこれで未来がどう変わるかな。満腹屋も存在しないからこの公衆電話に閉じ込められるということもないですからね。それではラストの10円を現在の満腹屋に電話してみるか。はい。緊張しますね。頼むぞ頼むぞ。ポチッとな。お潰れたのかな。あれ未来が書き換えられない。おお、やったぜ。アパートに戻ってきたメイン。急に灰になってくさ。なんと、満腹屋があった場所は空き地になっていたとは。主人公のおかげで優秀な居酒屋が一軒潰れたな。悲しい。店長と息子はどうなっただろう。一家心中などしていないだろうか。不穏なこと言っててくさ。これは後味悪いわ。適当な人生を送るわけにはいかないって言っていてタクシー運転手はさすがにくさ。そうか、マリサはタクシー運転手は一度やってみたいぜ。運転好きだし。マリサさん、放棄で運転するわけじゃないんですよ。そこはノリで大丈夫っしょ。てか満腹屋を探しながらタクシー運転手してるんだってさ。今更会ってなんて声かけるつもりなんでしょうか。さあ、そこはノリでなんとかなるだろ。なるわけないでしょ。ホーローエンド、カン。不幸の断片、55。今回は不幸の断片を集めるのね。メモっときましょう。それでは今回はここまで。次回もお楽しみに。よかったらチャンネル登録もしていってくれよな。コメントも待ってます。ではでは。バイなら。